ちゃん。こんにちは。さあプロに入って1年目から出たじゃない。はい。まあ例えばもちろんキャンプを経てレギュラーの座をつかむわけだけど、入った時っていうのはどうだった？これすごい世界に入ってきたのか、それともあれ意外に大したことないじゃんみたいな思ったのか、これ正直な感想、今言える正直な感想は、そのすごく何ともならないなっていうふうには思わなかったですね。そうだよね。ただまあキャンプの時点ですから、そのもちろんフリーバッティングを見たりですね、一緒に守備をやったりした時に、ただやっぱりプロのそのバッターっていうのは、その練習でも逆方向に簡単にホームランを打つじゃないですか、やっぱそれはすごいなと思いましたね。であと、まあ、フリーバッティングのボールはもちろん全然打てるんですけど、実戦に入ってない段階で果たしてそのプロのピッチャーがどれだけ速いのかも全く分からなかったし、当たるのかなっていうふうに思ったんですけども。そうか、当たるのかなと思った。まあフリーバッティングではまあそれなりに、いや謙虚に言わなくていいから、はい、もう今だから話せるからって思ったんですけども、オープン戦始まった頃っていうのはこれ何ともならないことはないなっていう、ただね、自分がまあ衝撃を受けたのはオープン戦でしたね。1年目の名古屋球場にキャンプから戻って、工藤さんの、あの今ソフトバンクの監督のバンドのサインが出ていて、バンドで空振りしたんですよね、まっすぐを。あ、その時にやっぱり一戦級のそのピッチャーは違うなっていうふうに感じたこともありましたし、高校の時バンドやったことあんの？あんまりないですね。それ経験してないからじゃない。でもバンドであんまり空振りすると思わないじゃないですか。思わないな、ね、やっぱそれが違うなと思いましたし、各球団に例えば、ね、当時の太陽ホイールズだったらやっぱ遠藤さんのフォークボールとかね、やっぱすごいなと思ったね。あと広島の当時大野さんと川口さんの左ピッチャーの、あの2人から1本もヒット打てなかったんで、ああそう、はい、すごいなと思いまして、あとはね、打球がその速すぎて取れないとか、そういうことはなかったですね。ああ、なかった。はい。でもやっぱり緊張感あったろ、1年目ありましたね。当時ね、まあ豊さんと同級生というか宇野さんですか、そうそうそう、が当時29か30ぐらいですかね、自分がプロ入った時に。もうあの時はみんなすごい大人に見えたんですよね。今のプロ野球選手若いじゃないですか、30って言ったらまた、まあ俺らが年取ったってことだよ年取ったもありますけど、なんかパンチパーマの人も多かったですし、すごくおじさんの中に入って野球やってるなっていう小松さんとかももう28ぐらいですかね、当時、もう大ベテランですよね。今28って若手じゃないですか。いや若手だよ、ね、まだ小僧みたいなもんだよねいやだけど、まあ、星野さんに大抜擢で、はい、まあ大抜擢っていうか、まあレギュラーになるんだろうなと思ったけど、こう1年間終わって、まあ、新人王取ったよね、はい、どうだった？まあ、開幕して確かね、自分まあまあなんとか毎日毎日にやってたんですけども、オールスター前に1回打率も2割9分ぐらいまで出たんですよね。まあ、そこでこう決してなんかこう慢心したとかそんなことはないんですけども、できないことはないなと思ったんですよね。ただやっぱり今までアマチュアの時行ったら甲子園で例えば連戦しても3試合とか、ただプロは基本6連戦じゃないですか。当時は130試合ですから、今よりは日程は優しかったんですけども、そのもう毎日試合に出るっていう、やっぱそこは体力のなさを感じましたよね。あの苦痛だった、まあ、例えば朝起きて、ああ今日は行きたくないなと思ったことない？あります、あります。やっぱある。で腰も、ね、痛かったり、それ多少若くても、ね、どっかかんか痛くなりますし、もう毎日なんとかしのぎながらっていう感じまあただ、ね、打てなくても使ってもらえたんで、でもその時の星野さんじゃない、はい、こう鉄拳制裁とかなかった？自分は幸いにしたおかしいですけど幸いまあなかったんですけど、みんななんかボッコボコにされてたじゃん。普通でしたもんね、それがね、当たり前だったから。普通っていうか、予想のチームはそんなことなかった。いやいや、太陽はなかった。まあでも振り返ってみると、その初め緊張してプロに入って、そういう厳しい監督で、こんなもんなんだなっていうふうに思えて、ね、やってましたし、まあ、それが良かったですよね、後々。後々誰が監督やっても怖いことはない、ね、まあ、怖いっていうか、あの大丈夫でしたね。で
プロ野球の中で、まあ、いろんな経験をしたと思うんだけど、まあ、やっぱ 10.8 の話を聞きたいなっていう。あの試合はあの時さ、はい、例えば星野さん、あら星野さんだっけ、高木さんだっけ、高木さんですね、高木さんはどんなミーティングをしたの。そうだね、あんまり記憶にないんですよね、うん、高木さんっていうの監督はもともとちょっと物静かな感じで、うんうんそうだね、逆にあの星野さんから高木さんに変わって、うん、ある程度自分らはもう、ね、試合出てましたから、うん、こう任してくれたんですよね、うん、もう自分の やりたいようにやりなさいっていうのは、そういう感じでやっていたので、ちょっとチームがやっぱり緩みましたよね。そこでやっぱり自分で やらないといけないなって思う選手と、やっぱいきなり星野さんから高木さんに変わると、うん、まあ優しいじゃないですか、どっちかというと、うん、だからなんとなしに雰囲気がこうちょっとふわーっとしたな感じはね。いやでも今さ、プロ野球人生振り返っても10.8 ほど震えた試合ってないんじゃないの。でもね、あの時自分も若かったので、うん、でももう責任があるよね、もうレギュラーとしてもう長かったから ね、ある程度まあ主力として中心にいたとは思うんですけども、うん、まだそこそこ自分もなんとなしに力もあるなっていうようなことだったので、うん、もう楽しみにしようがなかったですね。震えるとか緊張するとかっていう感じではなくてですね、うん、ワクワクしてこの前さ、牧原に来てもらって、はい、10.8 の話をしたときに、長嶋さんがもうカツカツカツで、はい、だからこう、規制を上げて、ホテルを出発したっていうんだよね。そういうことは全くなかったの。なかったです。うん、まあ、あの本当に、高木監督の、もう日頃と変わらない平常心でいこうという、まあ、そういう選手に気遣ってくれたと思うんですけども。うん、でも平常心ではやってなかったよね。やってないですね。だって頭から突っ込んでったよね、ファーストに、ね、まあそれぐらいの試合でしたから、もうとんでもないミスばっかり出ましたもんね、うん、アウトカウント間違えたりね、うん、でこの間たまたまそのテレビの名古屋の方の 10.8 を振り返るという番組をやったんですけども、1回からずっと見てると、これはそんなにね、ミスしてたら負けるというねバンド失敗、飛び出し、アウトカウント間違える、勝てないですよね、うん、でもやっぱりジャイアンツの強さを感じた、その時、それとも自分たちの未熟さを感じたのか、どっちだったの、うん、なんていうんですかね、ジャイアンツって3本柱が投げてきた、ええ、で松井秀喜がいたりだった、ええ、だからあの3人っていうのはもちろん当時はすごかったですし、牧原、うん、さんもちょっと強いて言うならば一番ちょっと緊張気味でですね、2失点したよね、すごい、で自分確か牧原さんにこの間映像見た時に初回にデッドボール当たってるんですよ、うん、それすら覚えてなかったんですよね、自分はもうヘッドスライディングで怪我した、うん、肩、あ、脱臼、はい、脱臼脱臼ですね、完全脱臼したんですけども、うん、あとやっぱり桑田さんが出てきた時はまずいなっていうふうに思いましたね、点差と、それはなんで、いや、ああいうところの勝負根性っていうのを知ってるから、なんか強いじゃないですか、精神的に、ああまあ確かにね、これはと思って、まあ、最後のチャンスで自分があれ7回ぐらいでしたかね、なんとかまだ先頭で出れば、うん、なんとかチャンスあるかなという、もうそういう思いで、ね、ああいうカットしたのがたまたまフェアグラウンドに入ってですね、うん、まあもうとっさに何も考えてなかったんですけど、やっぱり一塁まで長く感じるじゃないですか、うん、多分駆け抜けてもセーフだったと思うんですけど思わず飛び込んだのが近すぎてですね、また脱臼したんですけども、いまだに痛いです、肩、まあ、そうだろうな、はい、これがもう痛くて、それね、ゴルフに影響してるんです、してますね、ちょっと引ければ落ちてる、いや落ちるんじゃないです、こうちょっとかぶるんですよそこ分析してんだろあでもじゃあさ、 10.8 がいやそうでもっていうふうになるんだったら、どの試合が一番しびれたの。しびれたですか。でも若い時ってそうですけど、大きい舞台の方が好きじゃないですか。うん、それはやりがいがあるよね。ね、ほんでよくプラスチックとかなんとか言うんですけど、ちょっと年齢がいって、ね、守備でも衰えたり、打つのもちょっと、なんか、なんとなしに打てなくなったりが来た時に、そういう大きい舞台ってミスしたくないなって人間、ね、不安になったこともあったんですけど、しびれたっていうのは、まあ、いつも緊張感はありましたけどね。いやいやいや、ありましたけど、まあ、キャンプの時抜いてたからな
やっぱ嫌でもそのシーズンに入ったら最後まで絶対出ないといけないっていう、うん、まあそれがレギュラーだったから ね、うん、だから自分そんな体力なかったんで、うん、こう練習しすぎて、ね、いくら練習しても怪我して試合出れなかったらこれ一緒ですからね、うん、とにかく当時は130試合で途中から142試合とかですかね、うん、とにかくその試合を出るために何をすべきかっていう、ね、もうそればっかり考えてやってました。だからどんな試合でもあんまり関係なく自分をつく最大限にこう表現できるような準備は怠らなかった。そうですね。だから30過ぎてからはやっぱオフも早く練習する休み期間を早くして、うん、で常に体をちょっとずつ動かすようにしたりですね、うん、はしてましたけど、しびれた試合はでも本当になんか打つことでしびれないんですよね、あんまりなんか打席の中では天才君のね、いやいやいや打てなくてまあしょうがない部分があるので、うん、ただやっぱり内野手やってますと守備ですよね、うん、9回2アウト、うん、ランナーサード1点差とか ね、うん、まあそういう時は手に汗握るっていうような、まあ、本当にそうなってたの、なってました、なってました。なんかそう見えないんだよな、飛んでくるなよと思いながら、いや思うよねあれよくね、飛んでこい飛んでこいって思えるかみたいな、なできれば飛んでくるなよ、そうだよね、いやそんな気持ちがありますよね、はい。